スタそのなんだ今日はお前のいやうんバースデーかよかったな今日という日はいや 祝福など今の私にはお誕生日と聞きましたこの時を待っていたのです一日4食限定のスペシャルグランドスラムパフェをご馳走させていただきますねハッピーバースデー旦那様旦那様という呼び方はおかしいか特別な日だからな 寂しい貴様に気を使ってやったのださしろ誕生日のプレゼントですが「自分」なんて言ったらカトラスが火を吹くぞカトラス火を吹きませんわよね嘘、今日が誕生日もうそういうのは早めに言っておいてよねほらヘルメットつけてヘルメット 観光地最低3つは回るわよハッピーバースデーねお祝いをしましょうそうねアドバイザ哲学について朝までじっくり語り合うなんて素敵じゃなくてあなたが生まれた日みたいねもちろん私にとってはどうでもいいことだわ 生まれた日なんだそんなに嬉しいのお誕生日ですかおめでとうございます365の夜の後にまたこれが言えればよいですね私がまだそこにいればの話ですが知っているぞ誕生日であろう任せよ 南国の珍味を山ほど取り寄せておいたぞあっお誕生日おめでとうございますお誕生日おめでとうケーキがあったのあったんだけどおいしかったんだけど。 パンパカパーン。お誕生日、おめでとう。雷でも出そうか。誕生日、君の。もちろん知っているとも。 言われずともね、机の上を見るといい、君に似合いそうなものをいくつか選んでおいた。お誕生日なのでしょならパーティーをしなくちゃ。とびきり楽しいパーティーを。楽だなら任せてちょうだい。心当たりがあるの。誕生日なんですってね。お祝いに。 タラスクに乗ってその辺流してまたいいタラスクで空の散歩はいかがです誕生日と聞きました今日ぐらいは休暇を楽しむと良いでしょうかぼちゃのパイで良ければ私のオーブン機能でご提供しますが めでたいめでたい誕生日めでたいなぜあなたの誕生をこの私が祝わねばならないのですと思いかけましたが同盟相手であればそうですね祝辞の一つも述べましょうあなたに神々の祝福をファラオの言葉ですありがたく受け取りなさい マスターの誕生日なのですねおめでとうございますなんだお前さんが生まれた日かはいはいおめっとさんマスター誕生日なんだろそのいっ一緒に海とかどうかなほほ誕生日かでは 今日は祝日に制定しようさあ、パレードの準備をせよお誕生日おめでとうはい、プレゼントのネットショッピングギフト券植物すぎお誕生日と聞き及びました おめでとうございます。これからもどうか息災で誕生日か祝いの品を取らせよう何でも言うてみるがよい誕生ですね旦那様そのこういう時はやはり贈り物は私がいいのでしょうか おお誕生日おめでとうございます清く正しいマスターの見本としてこれからも立派で恥ずかしくない日々をお過ごしくださいね誕生日おめでとうございますマスターせっかくの夏気分なんですから無人島で一日のんびり過ごします知っておる。 今日はそなたの誕生日じゃろ？安心せよ、わし主催の盛大なあつ森バースデーロックフェスが今宵開催。もちろん寺で。ささ、ちこう。今宵はわしとそなたで、ダブル本能寺じゃ。